ンチャフルナイスです。イエーイ、やってきました。まあ、おなじみのワンダフルラック。イエー、これが俺らのワンダフルラック。はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。今回は、はい、なんで僕たちが、はい、宮古島っていう小さい島から出て行こうと思ったのか、出てきたきっかけとかね。そうですね、出ようと思ったきっかけについてちょっとトークしていこうかな、これから島の子たちが出ようって思ってる子もいるし、やっぱ島から出るのが怖くて、ただそれだけで出れないっていう子もいると思うんで、そういう子のためにもなるかなと思って、ちょっと僕らしくはないですけど、いや、僕らしいよ。こういうテーマで今日は喋っていきたいと思います。はい、じゃあまず、やっぱ一番最初に島を出たのはヤースなんでね。もともと中学校から俺ずっと東京に憧れてたよ、雑誌を見たらいつでもこう東京の賑やかさとか、で有名なアーティストがみんなこう東京でライブやってるのとか、あとなんか洋服を買うにもこう東京のお店から通販したりとか、でテレビを見てもいつでも標準語だったりとか、なんかめちゃくちゃ憧れがあって、中3ぐらいの時にはもうすでに友達と東京に旅行来てたり、そうそう、めちゃくちゃ憧れがあって、すごい、そうアクティブだね。まあ、小学校もスケボーやってたから、元のスケーターの店でもあるのも好きだし、でもいろんな憧れがあって、だからもう中1からもうすでにもう俺は東京に行こうって決めてた、っていうかめちゃくちゃおしゃれですね。で、マセセルガキだから18シマンチュらしくないけど、それが宮古島なんですよね。もう高校卒業してすぐ出た時にはもう友達十何名ぐらい出てきたんだけど、だからね、こう最初ね、まず渋谷わかる、あの渋谷の人の多さ見た時、これ生きていけんのかって思う方とワクワクする方ってあるじゃん。あると、めちゃくちゃ俺たちワクワクしてて、だろうね、憧れてきた場所だもん、ね、そうですよね。だからいつもね、人間観察しててくれて、そう、すげーっていうから、じゃああれだ、本当に憧れてきたから、そう、不安とかも全くなかった。あ、もう全然なかった。これ宮古島あるあるなんだけど、歓迎会の花見があるんだ。へえ、何月何日ここに集合してくださいって来るの。でそこに行くと、最初1年前に出て行った先輩たちがもう何十人もいて、ようこそ東京へって。怖いとか言っちゃった。なんか面白い、やっぱ島だからこそできるよね、それは。これはもう大阪でも福岡でもどこでもやってるんだけど、もうこれがもう一丁下できて、俺たちの代ももちろんやったし、だから全然不安なかった。すごい、不安なかったのはすごい。ただ言葉全然通じなかったけどね。まあそりゃそうですよね。けどやっぱ多分島にいる時に不安な子っていると思うんだけど、不安なかったわけじゃん、出てきて逆にぶつかった壁ある。最初はやっぱ言葉、もうどこでアルバイトしてもスタッフとも会話でいいから、であの時全力じゃん、大事なんとかで、なんとかなんとかよ、なんとかミリーの音つってで毎回ええって聞かされてたのを覚えてる。これ俺の考えなんだけど、日本から海外に行きますっていう感覚なのきっと。確かに、はいはい、まあまあそうだよね、わかります。だから海外で日本人に出会った瞬間にうわーってなる、もう日本感覚で、もう東京で久々に地元のやつに会ったらもう、うわーみたいな。いいね、けどそういう人が大半なのかな。俺はそうだった。時代的なものもある気がするんですよね。なんかそうなんだ、つながりが強いじゃないですか、その先輩たちとの、強い。私の時はそんな先輩からあれとか全然なかった。花見なかった、花見なかった。花見ありました。いや、俺けど俺多分やっぱ環境が多分違うから。あ、そっか、そうね。先輩がそうやってやってくれるのにすごいいいですよね。うん、めっちゃいい。ウェルカムしてくれたら、東京でなんかあってもこの先輩いるから大丈夫だってなりそうだもん。守ってくれそうっていうか、何かあっても安心しそう、それは。なるよね。で、多分島の人が何か例えば巻き込まれたら、そういう時多分本当に助けてくれるだろうし。そうね、羨ましい、なんかそのエピソード。で、お二人の場合はまた違うから話聞きたいな、逆に。そうです。私は専門学校まで沖縄本島に行って、そうなんだ、美容学校で2年で国家資格を取ってから出ました。へえ、それはなんで。本当は専門も出たかったんですよ。もう早く親元を離れたくて。あ、そっちか。離れてるやん。はい、いや、一緒にいました。あ、そうなんだ。高校、あの最初は寮っていう形だったんですけど、なぜかなんか寮がなくなって、で、お姉ちゃんが先に専門学生になるんですけど、と同時に親も来たんで、もうみんなで、あ、そうなんだ。しかもお母さんがわざとらしく私の高校の真ん前に家を借りたのでこれは来いって意味だろうなっていうふうに思って。え、バックのとこ。あ、そうです、よくご存知で。
でも意地でも離れたくて、一人が好きなんですよ。一人の環境になる、もう誰も知り合いの全くいない、何もわからない場所にポンって行きたかったんですよ。わからんでもないな。じゃあ向上心の強いタイプなんですか。結構強いと思います。と思う。東京でぶち当たった壁って聞きたくない。確かに。そもそも就職なんですけど、うん、私は東京と聞かされてたんですけど、うん、千葉だったんですよ。はい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 。そもそもちょっと社長にまず騙されててあれ怖いと思ったんですよ。あの人怖い、ここ東京じゃないじゃんって。え、東京に確かにね行かせますって言って千葉に行ったの。東京だからみたいな、もうほぼ東京だからみたいな感じで、まあ、ディズニーランドだからっつって。まあそうです、津田沼だったんですけど千葉県の。まあ少し電車乗ればすぐ東京ではあるんですけど、うん、でも全然都会で建物でかいし、うんうん、そうね、初めて渋谷に行った時はずっとニヤニヤしてました。あ、やっぱり。はい。なるほど。でも一人で行ったんですよ。あ、そうそう、ずっとニヤニヤして、やばいやばいやばいみたいな感じ でワクワクするタイプの人間なんだ。はい、結構向上心と冒険心っていうか、うん、だろうね。知りたい、知らない世界を知りたいっていう感じ、うん、強いかもね。なので、なるほどね、飛び込んでいくタイプです、結構。最初は都会の人は平気で嘘つくし騙すなそうですね、最初の印象ですね、はい、まあ、親からも最初に言われてたもんね、東京は怖いよ、まあ、でも正直、え、偏見ありませんでした？沖縄の人って東京の人のこと泣いちゃうっていうじゃないですか、うん、言うね。結構悪意もちょっとあったりしません？なんか、うん、あ、なんかちょっと敵対心じゃないですけど負けたくない、あ、なるほど、ね、都会の人には負けたくないっていう、多分憧れもあって、うん、だから悔しい部分もあるんですけど、うん、そういうのがあって、で私は絶対仲良くなれないと思ってたんですよ、うん、東京の人とバチバチするんだろうなみたいな、多分私は無視されるんだろうなとか、めっちゃな想像ですよ、うん、してたんですけど、みんな優しくて、そうなんね、あ、ちゃんと言葉悪いですけど、ちゃんと人間だって言ったらいいんだけど、ちゃんとちゃんと人として心持ってる人ね。そうです、分かる分かる、イメージだね。そうです、私たちが聞かされてたって言ったらいいんですけど、そういう偏見がなくなりました、うんうん、あ、分かる、ちゃんと会話ができる。だから多分島を出たことない大人たちが勝手なイメージのまま、そのまま多分俺たちに伝えてるから、俺たちもそのイメージ、東京行くの怖いんだとか、東京の人は冷たいんだって、冷たいって分からない時はなってしまうんだろうね。まあ実際多分そうなんだろうけど、出てみたら全然違う。全然違いますよね。出てみることがもしかしたら大事かもしれないね。そうですね、うん、で一度こう出て東京で学んだことを、もし地元に恩があるんだったら地元に帰ってその技術を生かしてもいいしね、うん、多分想像してるものと実際行ってみるのと全く別物だと思う。違うと思う、俺も。だってもうさっきから俺たちが話してる時も島地さんが分かる分かるって感じです。なるほど。って感じです。って感じです。僕きっかけですね、じゃあ、はい、僕ね、うん、まあ、きっかけは俺はもう本当にずっとサッカーしかしてなかったんで、うん、まあ小さい頃からプロのサッカー選手になりたい、だからそのためには出ないといけないっていうのは分かってたけど、プロサッカー選手にならないと出れない。まあそれでまあ運よくスカウトされてオファーもらって、うん、まあそれがきっかけで島を出ることになったね。うん、でだから多分みんなと違うのが、多分そこからだと思う。オファーもらって、で1月にもう島を出て、3学期の高3の3学期の最初、多分1週間だけ行って、そこからもうキャンプが始まって、で卒業式の1日だけ帰ってきて、でまたすぐ飛んで卒業はできたんですね。多分プロ行くからって、多分なるほど、免除してくれた。ピー入れてね、ピーこっちのピー入れてね。でそんな感じで、だから出た瞬間から島から出たのは一人だから、そうやってまず花見をしてくれる、そうですね、受け入れてくれる人なんてまずいないし、でもなんか高校卒業したのにいきなりなんかもうすごいプロの世界で戦ってる人たちと一緒になったから、うん、まず花見をするっていう環境すらない、うん、はい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 、もう人の目を気にして生きていかないといけないっていう環境だったから、まずはしゃぐっていうことすらなんか抑えられてたと思う。なるほどね。最初に東京に出てきてこうなんかぶち当たった壁とかある？いやーけど30で出てきて、なんかもう東京って本当にすごい人しかいないみたいな、日本中のすごい人たちがやっぱ東京に集まってると思うし、うん、まあ、東京の知り合いも沖縄で出会った人が多いんだけど、まあ、みんなが旅行来た時に出会う、紹介してもらって出会うっていう感じだったから、東京にやっぱすごい人しかいないんだろうなっていうイメージで来て、30で東京では怖いなっていうのもあって、もういろんな世の中を知って出るから、うん、30から
スタートきついなって思ってたけど、意外とやっぱ自分のやってきたことは正しかったなって思うこともあったから、まあぶち当たった壁っていうよりはなんか逆にもう少し自分が頑張ればもっと何かできるのかなっていう可能性を感じる、うん、でもめっちゃ楽しい、楽しみ、うん、あ、じゃあやっぱタクもどっちかっていうとワクワクしたタイプなんだね、ワクワク、しかも今もしてる、で、まだやっぱスタートしたばっかだから、うんうんうん、いろんな人のつながりも見えてきたし、まあ、こっからなんか今自分が想像してた以上のものができるんじゃないかっていう可能性を感じる、やっぱこの東京に可能性めっちゃ感じますよね、めっちゃ感じる、でやっぱなんか無限な気がします、そうね、でなんかすごいぞオーラ出してる若い子はめっちゃ多いかなって、あ、それ結局関わってみたりなんか一緒にやってみたりすると、まあ、意外と大してなかった子もいたし、実際東京でやっぱいろんな人がいる中で自分をそうやって見せないとやっていけないっていう人もいるんだなっていうので、うさらに安心した俺は、なるほど、あ、全員が全員すごいわけではないんだっていうのも、じゃあだったら俺は別に今までの経歴と関係なくプライド捨てて一からやっていこうっていうスタート切れたかな、あ、めっちゃいい、よかったです、俺ね、都に行った時はどっちかというと人見知りのタイプだったの、嘘、そうそう、スケボーしてでもやっぱ同じメンバーとしかこう集まる時はだから東京に出てきた時も地元の仲間以外と遊ぶというか話すことも人見知りだったから全然話さなかったの、でもね、こう1、2年ぐらい経った時にこれ損だなと思って、そっから人見知り消えたんだけど、うん、最初人見知りなの、めっちゃ人見知りだった、さっき俺は今もちょっと人見知りだと思うけど、そうよね、うん、さっきメリーが言ったみたいにこう壁を作るのが、うん、あの沖縄のこのなんかのイエーイっていうノリっていうのが多分県外の人からしてみたらそういうイメージだけど、はいはい、沖縄の人はそう明るいっていうか、そう、でも実際さ来たらこう一回こう壁作る、うん、あれね、特徴ないあると思う、あるかもしれないです ね、 ね、人見知りだもんね、そう、打ち解けたらグワッて打ち解けるけど、うんうん、そうそう、あると思う、ね、だから俺ね、いつもこうライブするとき大体沖縄以外の人が前に来てわーってやってくるのかって、イエーイ、はい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 、後ろポッて見たら大体沖縄の人こう見てるのシャイが出てるね、わかるわかる、で、こう終わった後にこらってきてよかったとかわかるわかる、で、俺ね、一番宮古島の凱旋ライブで緊張したんだけど、その時行った時にいや、めっちゃ緊張すると思って行った時もゴールデンファンの方々がこう前に来てくれるの、うんうん、で、やっぱね、同級生とか先輩とかおっぱってみたらみんなやっぱ後ろでこうやってなんか、素直じゃないですよねなんか頑固な部分が芯にあってだってシャイもあるだろうね、そうですね恥ずかしいっていう、そうそう、シャイだし、ちょっと素直じゃない、でもそれが可愛いですけどね、うん確かにシャイが強い、特徴って感じがします、そうよね、イメージはめっちゃついた今の、うん、ついた、うん、すぐ分かった言ってることは分かりますよね、そうそうそう、そんなイメージかな俺は、だってもうギャンギャンイケイケなのに、うん、学生時代も、うん、学生ライブマジで少人数集まんない真ん中 に、 あ、みんな楽しんで会場にいるんだけど、うん、みんな壁側にずーっと何人かがバーって踊り出しても東京の友達ができた時にカラオケ行った時にもうみんなガンガン入れて歌うのよ、ちょっともうバラード系とか、でもね、俺地元にいる時バラードを歌うのが恥ずかしいみたいな、あ、でも分かります、あるある、あるある、は、誰これ入れたのみたいな空気になりますよね、そう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 、わーってやれよみたいな感じですよね、ちょっとボケた人が偉いみたいになってます、はい、それもあるかな、最初に来た時バラード入れた時の空気は確かに怖いです、やばいよね、はい、あれ、選曲間違えたかなってめっちゃ思いますよねカラオケで気使うあれ今だったら何でも入れるけどね、確かに、そうね、だからもしかしたらその県外の方々に俺たちも結構いろんなこと学んでるかもね、いや、めっちゃ学んでる、全然ありますね、むしろ島出てからの方がいろいろ学んでると、こう周りはあんま気にしないようになったっていうか、いい意味で、うん、そう、度胸つきますよね、つくね、で、いい意味で他人は他人っていうか、その、気にしなくていい部分を気にしないじゃないですか、でも都の人たちは結構目を気にしてることが多くて、うん、まあ狭い、狭いから島が、うんうん、まあ怖いもんね、なんかそうですね、いろんな噂すぐ立つし、ね、恥ずかしさも出るよね、そう、そういうのがあると思うんですけど、やっぱ視野も広がるし、うん、出ていいことしかないなとは思いますよね、確かに、うん、俺はもう海外出てからかな、何も怖くなくなった、あ、海外はすごそう、日本は、日本に行けば言葉が通じるからっていう安心感あったもん、うん、どこ行ってもとりあえず言葉は通じる、うんうんうん、海外って言葉通じないし、それでも生きていけるから多分日本ではなんとかなるな、すごいすごいね、これね、多分ね、ずっと話してたら永遠に話すと永遠に終わらない、ね、確かに今から
島を出る子供たち、うん、学生の子たちに何か言えるとしたら、うん、目標とか夢とかない人っていると思うし、なんかまあ探そうと思っても探せない、難しかったりするじゃん、それ、うん、でも何もなくても一回出てみたら、そっから何か見つかることって非常に多いと思うから、うんうん、俺は何もなくても、まあ、高校卒業してやることないんだったら一回ポンって出てみて生活するのありじゃないかな。そう、激しく同意です。ね、以下同文です。だっていろんな人見て、うわ、けどこうなりたいとかどっかで思うかもしれないし、はい、出会った人の影響でね、何かあるかもしれない、うん。まあ、夢はね、何歳になってもね、まあ、40歳から見つかる人もいれば、うん、まあ、環境を変えないことにはね、そうですね、何も始まらないしね。やってみてほしいですね、うん、はい、困ったら私たちに DM くれれば間違いない いつでも助けに行きます。助けに行きます。守るくんが俺も花見開いて待っとくかってということで、じゃあ今回はなんで島を出ようと思ったのか、僕たちのエピソードを話させていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さん、チャンネル登録もよろしく。お願いします。ありがとうございます。キュンです。キュンです。終わらない。